6月12日役場南西庁舎にて令和7年秋に開催予定の第44回全国豊かな海づくり大会に向けて南伊勢町の実行委員会が設立されました南伊勢町と志摩市で令和7年秋に共同開催予定の第44回全国豊かな海づくり大会は 水産業の振興と発展を図ることを目的に昭和56年の第1回大会開催以来継続して毎年各地で開催されている国民的行事ですこの日は大会に向けて第44回全国豊かな海づくり大会南伊勢町馬主に三重大会実行委員会が設立されました。 実行委員会のメンバーは三重外湾漁業協同組合伊勢農業協同組合南伊勢町商工会南伊勢町観光協会代表区長水産関連事業者行政関係者などで構成され今後の実行委員会の取り組みとして大会ノベルティの作成ポスター チラシ等の作成、カウントダウンボードの設置関係団体での周知活動大会1年前プレイベントの運営連携など多岐にわたって機運醸成の取り組みを進めていきます。 この第1回実行委員会を設立した際にです、ね、本当あておみづくり大会というのはです、ね、このみんなで地域を上げて盛り上げていきたいということで、き、まあ、今日の実行委員会の設立によりです、ね、その機運も高まったのではないのかなというふうに思います。まあ、今後はそのプレイベント、そして本大会に向けてです、ね、街を上げて、あのオール見な店でこの対応していきたいなというふうに思っております。 えまたこの三重県の水産王国三重県の復活とですねあの水産業の発展に今後つなげていきたいなというふうに考えておりますあの海づくり大会だけで終わるんじゃなくてですねその後どうやってこの水産業の発展につなげていくかということも考えながら努めてまいりたいなというふうに思います綺麗な海からですね豊かな海へ変わっていけるよう我々業師として精一杯のことをやっていきたいなと考えております以上でございます。